どうもみやです。どうもみちです。はい、テイク2ということでね。そうです、君が録画を忘れていたので。はい、まあ、今回ね、はい、このコルクスクリューゴー、はい、これもさっきやってましたね。お手に入れたんで。はい、かっこいい、はい、新キャラですね。これを使ってデッキを組んでみました、はい、うん、まあ赤尾がいいのかなと。はい、やっぱりその例えば鈴の選択で、うん、まあ、8番以外に置いて8番にコルクスクリューブロー、うんうん、もうコルクスクリューって言ってくれ。200効力アップできるんで、はい、非常に強力。そうだから普通にあのバーストと一緒だよね。そうそうそう、効果自体はもうそう、うん、コルクスクリューブローでいきます。5回ぐらい食らったらこれ今。それではいきましょう。はい、メアゲームやべえ、戦国武将来た。うわ、あれですよ、前田慶次ですよ。天下無双の歌舞伎ものじゃないですか。書いてありますから、ね、やばくないですか。慶次はそうなの、歌舞伎もの。いや、歌舞伎ものっすよ。すごいね、最強ですよ。やばい、見て最強。行きましょ う, もう急に行きましょう。急に最強、急に行きましょう。やめろ。わーい、なんでまたしてくれんだよ。おかしいだろ、やってることが。過呼吸になる。おかしいだろ、もう来ないもんだって。ねえよ。もガム、ガム、ガム、ガム1っすよ。ガム1、え、ガム5かな。ガム 5, ずく5、1でいくか、1、3で攻めるか。ガム 5? 1、3? いや、5か。ガム5でいくか。5置いとこう。くー、千年に一度のチャンスだぞ、今の。もうでも戦国武将だからね。確かに。やっぱり、かぶいてたわ、向こうのが。うわーってきた感じですね。わかんないか。わかんない、ごめん。わかんないか。スロットかな。すげえよ。なんすか、前田刑事知らないんですか。前田刑事見たことあります。いや、あるわけねえだろ。え、ないの。違う、漫画っすよ。ああ、漫画ね。ない。いや、俺漫画、前田刑事の漫画全部持ってるんですよ。琉球編とかも。何、前田刑事の漫画。花の刑事か。花の刑事。あれ、もともと漫画。え、漫画も見たことあります。ない。ないんですか。うん、これこの絵柄のやつか。そうです、そうです。北斗の拳っぽいやつね。書いてるよ、原哲也さんでしょ、確か。よわっしょー、愛で空が落ちてくる。よわっしょー。でしょ、ペロージ。ペロージ。いや、お前暗いすぎやろ。リーダー100しか打ってなかったもん、多分。ペロージ取れなくね。ペロジ取れないっすね。どうすんだ俺。どうなってんだおい。7番に。いい?7 番にこれ置きたくねえよな、忍はな。6番に置きましょう、6番忍。それでいこう。攻めましょう。うん、俺は重機に出しました。重機言ってくれ。重機、黒川重機、素晴らしい。重機を、うん、重機を銃とかに欲しいですね。俺の尻も拭ってくれや。汚い。おる、おろ。かわいい。2体このちょっとずれてるの気になんな。他のやつら動いてるよりこいつだけ動きすぎなんだよ。これね、やばい、10番が取られて。おお、そっちを取ってくる。もしかして中クダンシング仕方するタイプか。いや、あの多分12に UFO クイーン。やめろ、来ないんじゃないの。マジっすか。かわいい、かわいい。じゃあニロのよだれ舐めれるか。俺舐めれないんですけど。俺は舐めれます。マジかよ。ゆっくりと、しかし着実に置いてくる。いや、マジか。うめっ。きついな、これ。さすがの武将じゃないですか。遊戯行きますか。遊戯行く意味ある。いや、これもう10番にあれしかないっすよ。うん、え、じゃあごめん。え、
いや、何の意味もねえじゃん。取れねえじゃん。開演ですね。10番で、ね、7番で、これは4回復しか足りないだね、7だったね。いや、きっつ、マジでこいつマジうぜえな、この花ちゃんとかやつ。クリティカルの女バーナード、そういえばめっちゃクリティカルするで有名だよね。俺のね、うん、俺のもバーン、うん、最近使ってなかったもんな。7番ね、10番ね、これやべえ、耐えましょう。おっ、来た、選択、おいしょ、異国に残るべ。8番埋めとかにダメなんだよ、これコークスクリュー使うためにも。そうなんだよね、そうなんだよな。てかあそこにいると強えな、すべてに繋がるもんな、あの花ちゃん。そうね、確かに、なんでこんな花ちゃんを残してるんだっていうね。ラッキー、血は溜まっている。やるか、もうやるしかないですね。やるか、まず俺の遊戯が8に出た時点でもう終わりってことね。そう、君の遊戯が8に出た時点で終わりってこと。待って、一国にの転び100だよね。300、うん、俺のバーストで900で、これ200上がって36、どう ?36 そっち打っちゃうね。俺のバーストでさ、うん、上がんない ?200 上がるでしょ、うん、それでリサルないかな。神、勝った、ありがとうございます。勝ち確なんですけど。で、それ上でしょ、上で下でしょ、上下でしょ、あ、そうか、そう、うん、危ねえ、それ、そのダメージない、多分負けです。こういうことは、え、これ勝ちある、わかんない。1、2、3、4、5、5ジャス、ん、あるな、ある、普通にある、余裕であるわ。1、2、3、4、5、あ、余裕ですね。これが綺麗に決まったよ、初めて見せれたわ、一発っすね、バイン。これで今だからファイティングバーストを2つ使ったようなもんだから、最強の馬転びやったよ、よいしょドーン。でもこれでも3500なんだな、まあ、そうね、きつ、これだけの上振れで難しいっすね。いやー、でも決まるとやっぱ気持ちいいわ、気持ちいいね、コルクスクリュー、めちゃ気持ちいいね、前田刑事にも勝てるからね、うん、そうっすよ、いよー。さあ、これにどれだけ通用するかですね、うん、今の環境、そうですね。この対戦、さっきの対戦からこの対戦の間に何があったのかぐらいのテンションの差、そうですね、どうするかこれ、うん、これ600じゃないとさ、ミンチで処理えんだよな、そうなんだよね、ふざけんだよ、ミンチでクイッタでかけるか。情緒やもん。どうしたんだよ情緒。俺のミスターマインセンスマックスっすよ。どうします。いや、行こ、行く、5番に、5に、うん、5番に行こ、行くよ、うん、あの向いてないんでこっちの圧、処理されて死にづらい、ここ違反切符、てかこっち側の陣地を埋めとく分には全然美味しいですよ。で、俺のね、君の遊戯と違って僕のミスターマインセンスマックスなんで、ミスマインでした。これね、いきます、はい、ミンチもセンスに、まずミンチの食いつかれバーンバーンで、最後のダメージで、このダメージで食いつかれもう何かしらの力が垂れてる、出ない、なるほど、まあでも100で残ってる分にはもう何の脅威もないから、そうそう、ビビる必要ない、そう、守るとかで逆にあれだからね、地下とか守るで逆にもういなくなる可能性すらあるから、ドトールって感じですよね、ドトールコーヒー、今出た、ぐるっと回って出てくるタイプだ、おー、Cカーブ、ぐるっと回って出てくるタイプの強さが分かんないですよね。おっ、いいね、届くんかな、さあ何か来る、やべ、超強い、これこれ
マジで強いね。だから守るのって感じですよ、これ。確かに。いや、お前が言うな。行く？いや、行けねえよ。いや、行く？え、行けない。これ俺5番に鼓とかでもいい気もするけど、さすがにか。いや、違うわ、ごめん。え、8。いいよ。これしかなくないですか？いいよ。いいよ。ただこっちは重機がいるから。いや、5番に鼓でも、うん、一応8番に寝猫呼び出せば、こいつはショルトなんだよね。このおかち町みたいな名前ですか。誰指導これで、はい、トゥル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 ルーン。これで1とかに寝起きの俺にマジで似てるわ、ジグランシー。いや、こんなテンションなの寝起き。逆に怖くない？トゥル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 ルーン。怖くない？寝起きこのテンション。いやきついな。でもこいついいっすね、うん、ランちゃんいんの。ラン姉ちゃんのでかいっすよ。ラン姉ちゃんのでかい。だから守るんだよ。これジュークダンシングしょれないんじゃないですね。一体残りそうな気配がありますと。エアリーとかで来るの。ふざけんなよ。ワン、ツー。お？お？重機一体残りましたね。重機生きたね。おお。あくまでダメージを取ってきたと。おごったな。おごりが過ぎるぞ、浮竹。はい。ただ取れるんですわ。ラン姉ちゃんの、いや、ズース4番です。ズース4番の、はい、で1番です。いや、間違って。え、いや、やるしかねえな。え、いいっしょ、うん、これで。え、これでも次のキャンディースター取られそうじゃね。バースト打ちましょう。戦略しかないんだよ。ん？戦略しかないんですよ、こっちのリテンション、テンションで、こっちのリ HP。戦略って何やっても殺されるからね。800のファイターが先手にいるだけで負けだからね。じゃあ1400になるかな。1400だったらまだギリ。はい。可能性としてはある。サドが出てきて死ぬ可能性。おかしいだろ、ダメージの量が。これもジュークダンシングが、ジュークダンシングの位置ですよ、うん、位置結構重要ですね、うん、この火力出せるのもまず強いんだけどね。いや、どうでもいいよ、出たな、お前。どうでもインフォメーションすんね、これ。左を埋めていく立ち回り、サントス・アレサンドロだな。うん、さあどうだ。いや、あるでしょう。まだ分かんないか、うん、400。まあでも佐渡でしょ。佐渡だったら負けです。私、佐渡を持ってるタイプの人間なのかどうか。まあでもコルクスクリューはやっぱり使いづらいって使いづらいですね。まあね、結局8番って結構埋まっちゃうんで、そう、どうしてもスキルがそこの場所に置かないと発動しないタイプだから。おほほほ、佐渡どころじゃねえよ。これは半端じゃない。予想外すぎるリーサルでしたね。佐渡どころの騒ぎじゃねえ。ボーンドーンだから、最初から相手ファイターで200しか攻撃ちぎれずに。おかしいだろ、強い。はい、というわけで、はい、1戦負けてしまいましたけれども、うん、1戦目はすごい綺麗な試合が見せた。いや、あれは気持ちいいね。ね、気持ちよかった、ね、うん、はい、というわけでよかったらね、ぜひ皆さんも使ってみてください。これしてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。